どうもやってきます。じゃあ今日はクロケット&ジョーンズやります。磨きます。もう汚れ落としはしてありますね。ワックスも一通り一応落としてあるんですが、一応汚れ落としやります。やりますね。使うのはこれレザリアン、あんまり効かないやつ。大体落ちてるね。バーってやりますね。軽くでいいんですよ。軽くね。軽く汚れ落とします。紐はちょっとね、めんどくさかったんで、1個しか外してないですね。薄くね、シャーっと、シャーっとね。コツはね、さーっとやるってことだよね。感覚なんです、感覚。薄い膜がね、こう張ってこう、ね、わかりますかね。膜みたいに、油膜になってる。これぐらいでいいんですね、薄く。薄くで浸透できる量が決まってると思うから、ちょっとでね。
フレーム一応なんか5分7分ぐらい待つって書いてありますけどね、本当は待った方がいいでしょうけど大丈夫です。私は待たずしていきます。やっぱ江戸屋のブラシはいいですね。磨いてる感触感覚もやっぱ違いますよ。毛がちょっと長いのかな、そういうのがいいのかな。密度も濃い感じだし、濃い密度もなんて言うんだろうね、多いっていう。これで皮に擦り込めるかなと思います。ブラッシングする前にする後でこんな感じで違い分かりづらいかな、分かんないかな。する前スタート、こんな感じでやりましょう。いつもざーっとやっていきますね。いいですね、やっぱりクロケットはいいですよ。今年はちょっとなかなか買うタイミングというか、買いたいって思うのがあんまり今のところそういう物欲も湧き上がってきてないんで、平気かなってところですけど、カルミナのミュージアムカーフ、これはねちょっととても気になりますね。なんだっけ、黒とグレーみたいなすごいかっこいいグレー系のやつがあるんですよ。それがちょっと気になりますね。豚毛やったら、これはね、人それぞれです。そっか、拭き上げるかどうか、これはね、やりますね。ちょっと、ね、使い古したぐらいの雑巾で、ね、こう拭いてあげましょう。拭き上げてあげましょう。残ったクリームをシャーってこう拭き上げてあげると、なんかツルツルになるんですよ、サラッサラのツルツル。そうするとね、すっごいなんか気持ちがいいですね。拭き上げ大事ですからね。なんか変わりますよね。クリームが残ってるからベトつくか、ベトついてる埃が後からつきやすくなる原因になりそうだから、俺も嫌だから拭いてます。まあ、別に気づいたらこまめにブラッシングすれば問題ないと思いますけど、まあクレムまでで今こんな感じですね。こんな感じ、まあ、全体的にツヤがね、底光りするような感じが出てるといいな。じゃあ肝心のワックスをやっていこう。無色だね、これは。キビでいこう。キビのパレードブルース無色ニュートラルでやってきますね。一つずつね、指に取りながら塗り込んでいきましょう。塗り込むというか表面に
乗せてあげましょう。かかとはちょっと光るぐらいでいいかな。今回はね、どれぐらいにしようかな。決めてないけど、かかとはほどほど、つま先はまあちょっと強めに光らせたい。交互に行きましょう。順番にね、順番に。久しぶりにキウイ使うんでうまくできるかな。そうだね。ブローグなんで、これ穴にね入らないように気をつけましょう。この穴がないところからこう塗っていってあげれば、ね、大体は大丈夫ですよ。してあげないとかわいそうだからね。さっきのワックスがボソボソになってきて固めてあげないと。そろそろこれぐらい乗せたら、ね、OK かな。これ人によってはね、いっぱい重ねる人もいると思うんですけど、私は大丈夫です。これぐらいでいいと思います。そんなに何十回って重ねなくても光ると思いますよ。多分最初の下地で決まると思いますよ、光りやすくなるかどうか。まあワックスの硬さとか、その時の気温とか、いろんな要因があると思いますけど、暑い、暑いなので、やりますね。ゆるひじです。赤いゆるひじ、ね、これ可愛いですね。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれというか、なんか、赤はやっぱ、いいですね。雰囲気が。これはね、アルコールをね、何パーセントぐらいだろうね。20% ぐらいじゃない入れたやつ。水ね。ハンドラップ。あ、来てる来てる。来てる来てる。これ大丈夫ですよ。今回、行きました。うまく行きます。ネルも滑りやすさで分かります。
ワックスがうまく持ってるか磨けてるか。水を取る人と指でこうやる人いると思うんですよ。私はね、意外にこう最近これだな、指でちょんってやって皮につける方が多いかもね。どっちでもいいと思います。好みで、好みとやりやすさ、何がどうっていうのもないから。しか歩いてないのにつけて表面収容とかよくあるよ。いいですよ、そういうじゃないけど、こうケアしてるのが好きだから。ブラウンだもんね、分かりづらいな、分かりづらい気がする。そういえばありますね。仲間の人たちが出るのでとても楽しみですね。ちょっと私は行けないんですけども、仕事で。あと集会のミーティングもあるのか。すごいですね、盛り上がってますね。
1年経ったか。早いね。もっといっぱい入っていこう。色抜けとかしてムラがすごい出てくるとなんかかっこいいかなと思って、ちょっと手直しするね。この辺も気にしないから。出だしがない。そこまで乗ってはないです。
完成。